さあこちらオレンジ色の小さな蝶々は皆さん見たことがあるぞと思った方も多いかもしれません。この蝶々は紅しじみという紅色の小さなしじみ蝶です。この蝶々は北海道から九州まで分布しているので、身近な蝶々の代表と言っても過言ではない蝶々です。そしてこの蝶々の幼虫がこちらです。このような俵状で数ミリの小ささなので、皆さんこの幼虫をもしかしたら見たことないっていう方もおられるかもしれません。もし探したいなっていう思った方、こちらです。ギシギシやスイバという植物を食べて育つので、その根元付近を探してみてください。それにしてもこの蝶々はこのようにポージングをよくとってくれます。なので写真撮影にうってつけの蝶々です。そーっとそーっと近づくと、このように花と一緒に綺麗に撮影できるので、ぜひぜひ皆さん紅しじみを見つけたら撮影して SNS でシェアしてください。